はい、こんにちは、ハッピーパパです。えーとですね、えー、紹介してきたテレビコン4月号の付録、こちらの本物付録、レッド列車組み立て連結セットと、現在ですね、私が持っている、えー、特急王の列車と特急チェンジャー、そして特急ブラスターに付属されているシールドスコープ列車、えー、それから レッドからピンクまでの列車を全部つなげてみました。ので、まあ、ご覧ください。じゃーん。はい。こんな感じです。<laughs> えっと、いつも紹介使ってるテーブル、やーっと収まりました。<laughs> はい。こちらが、えー、っとですね、特急用のレッド列車から始まって、で、 これが特急チェンジャーの列車スコープで今回のテレビくんの4月号付録の特急連結セットがぐーっと来て来てこっからですねこっからが特急のピンク列車イエローブルーそしてグリーンが来てシールドで TOKIO のレッド列車という感じで、えー、かなり <laughs> 長くなりました。えっ、ー、と、ちょっとまだ計測はしてませんが、また、えー、計測できたらですね、えー、報告したいと思います。で、えっ、ー、と、これはちょっと、まあ簡単なご紹介なんですが、今回は、えー、特急チェンジャーキットの、この特急バックルと、 実際の、えー、デラックスバーになるんですかね。この特急バックルーの、えー、比較をしたいと思います。まあ大きさとしてはだいたい2倍ぐらいですかね。えー、デラックスバが2倍ぐらいの大きさになってます。あとまあベルトが付いてる付いてないっていうところが、えーまあ、違いですかね。で、こっちの 食感版の、えー、特急バックルは、ここが外れて、こ,この中に、えー、ミニ特急列車が収納できるんですが、お気づきの通りブルー列車がありません。<laughs> ブルー列車はですね、えー、ハッピーくんがなくしちゃいました。<laughs> えー、なので、1台しかありません。で、こちらの方の実際のデラックス版についてはですね、ここが外れて、 これがまあ、パス、特急パスみたいな形で、えー、特急車がですね、えー、特急列車に乗り込むときにピッとパスで使うっていうふうなものになっています。で、えっ、ー、とまあ比較はこれぐらいなんですが、まあ、ちょっと謎っていうか、この特急バークル、まず TQG に関してはこれは、 えー、特急、じゃあ、特急の t、q、特急の q の q、そして特急じゃのじゃーで g はわかるんですね。で、あとこちらの方は、レッド、ブルー、そして次グリーン、イエロー、まあ、ピンクっていう形で、こちらの方の列車も意味はわかるんです。ただ、ここですね、 ちょっと焦点を合わせまーす。あら、ぼやけちゃった。はい。ここですね。ここ、数字が、1975から2014と、38って書いてあるんですよ。ということは、この特急ジャーの内容っていうのは、1975年から2014年のことを指してて、 で、その38年間、ん計算が合わないんです。1975に38を足しても2013にしかならない。あとの1年どこ行ったっていう話なんですよね。まあ、ここの数字がですね、非常にちょっと謎を残してるなと思ってます。まあ、これがですね、実際のテレビ版でどういう風にしてなっていくのか、またこの特急バックルのですね、えー、 内容はですね、どういう風になっていくのか。で、この特急バックル、まあ、購入された方はお気づきだと思うんですが、こちらですね、カードが差し込めるようになってるんですよ。なので、ここのところに、えー、いろんなカードを入れて、ここの、ま特急ジャーのですね、内容を変えることができそうなんです。が、えっ、ー、と、確かですね、特急ジャー1号はここの色が違った気がします。 またちょっとテレビ版でもですね、確認していきたいと思うんですが。はい。で、まあ、この特急バックルのちょっと謎っていうところでですね、えー、こちらの食玩版の特急バックルとの比較を交えながら、えまあ、の紹介になります。はい。では、えっ、ー、とですね、今後また、ぼやけました、また。 ええとですね、こちらの方に並んでいる特急列車のですね、長さをまた継続して報告できたらなぁ、なんて考えてます。はい。では、えー、今回は以上です。